ございます。今日は日付で言うと7月25日、出場する大会の5日前ということで、減量末期の、まあ、リアルな1日、減量を最後どんな風に過ごすのか、過ごしているのかっていうのをお届けしたいと思います。で、7月25日っていうのは毎日投稿最終日です。ありがとうございました。今回の毎日投稿から俺もね、メインの編集にしっかりと入るようになって、実りのある1ヶ月だったなと思います。話は戻って、まあ減量末期ということで体を仕上げていくフェーズになっていて、俺はもともとこの減量っていうのを4月1日から始めて、今だいたい4ヶ月弱経って、体重は10キロ以上も落ちてる。ここからは、まあ、体をどううまく見せるかみたいなところだったり、最後の、まあ、一絞りみたいなところをどうするかっていうのを考えながら生活をしています。まあ、それでは朝のルーティンを皆さんにお届けしたいと思います。一発目はまずボディチェック&体重測定から始まります。どう？結構絞れてきたと思うんだよね。ちょっとむくんでるかな。まあ、果たして今日の体重は何キロなんでしょうか。昨日より体重が重くなってると結構バッと入るんだよね。なので今日は正直バッとな1日のスタートとなります。それで歯磨きます。ホワイトニングキャンドルを結構歯が良くなった。体重測り終わったんで朝の運動に入りたいと思うんですけど、その前にこの減量末期っていうのはいろんなものを食べたいということで、僕がこの数ヶ月、特にこの1ヶ月、コツ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 と貯めてきたマイスイートスイートスナックをご紹介していきたいと思います。じゃじゃーん。この中にいっぱい入ってるんですよ。ピッツァポッペ、ピータンエビマヨ、世界一美味しいペペロンチーノ、美味しそうなスコーン、ポテトスナック、ガーリップシュリンプ味、もっとかしこ、みたいな感じでお菓子がね、大量に今家にあるんですよ。今のままだとお菓子の紹介で減量とは関係ないと思うので、まあ、ちょっとここで減量期間中にちょっとお世話になったサプリ、まあ、参考になる人もいると思うから紹介していきたいと思います。まずクレアチン、これ絶対、クレアチンはまあ調べて、ではザプロテイン、俺がちょっと尊敬しているマッチョ田口さんっていう人がいるんだけど、もう飲んでたから俺はこいつに決めた。炭水化物のパウダー、トレーニング前とかトレーニング中に飲むようにしてます。 EAA ってね、ちょっと賛否両論あるから、調べた結果コスパ悪いっていうのが俺の中の結論かな。今から運動していくんだけど、朝その前に取ってるのがカルニチンとビタミン D 亜鉛かな。ということで洋服を着て体を動かしていきたいと思います。ケイスケも一日のルーティンやってたんだけど、ちょっと俺ケイスケと動きが違くて、朝一にまずヒートっていう、まあ、トレーニングをやっていきます。本当に嫌なんだよね。やるか。で、そしたら間髪入れずに1時間歩いていきます。この朝まずヒートして、でその後にこのウォーキングっていう、このルーティンが、まあ、ずっと続けてることなんだけど、まあ、ヒートさっきのねトレーニングすると、まあ、その後の脂肪燃焼効果っていうのがすごい強くて、そのタイミングでこのもうほんとゆっくり歩きでいいんだけど、1時間の有酸素をする、これはずっと続けてます。あとちょっと近くのプール、野外プールがあるから、まあ、プールの中を60分歩くとか、一応ウォーキングは必ず長めに入れるようにしてます。ウォーキング終了です。今日の1食目食べていきたいと思います。ちょっとサブちゃんの方で石垣島アボと言ったんだけど、アボに飯を作らせてるという事実をなんか動画内で話したら、飯ぐらい自分で作れとか、妊婦中そんぐらいやれという声が多かったんですよ。なんで言われてからちょっと自分で一応準備するようになりました。あ、ちなみにつわりがひどい時はさすがに作らせてないから、これ言ったら低種関白に
言われるのかもしんないけどさ、結婚してて奥さんがさご飯作る過程って結構あるよね。どうなの？結構あると思うんだよね。なんか俺は筋肉マンだからみたいな、筋肉の人間は自分で飯作れみたいな、そうは言っても飯だよねってちょっと思ったりもするんだけど、そういうこともないから、こういうこと言うとまたコメントでねなんか言われたりするんだよね。それぞれいろんな夫婦の形があるんですよ。今ねこの減量末期の食事は炭水化物の量をちょっとコントロールしてる。今日は、カーボディプリートっていうのの2日目なんですよ。カーボディプリートっていうのはほぼほぼ炭水化物ゼロで体のグリコーゲンを枯渇させて、で逆に大会の2日前とかから炭水化物をバッて入れて筋肉を晴らすみたいなことを大会前にやっていくので、今食べる食事はほんと脂質というか、まあ、タンパク質、まあ、1日、まあ、200g いかないぐらいで、脂質を90いかないぐらいで、その脂質も、まあ、取っていい脂質っていうのは限られていて、まあ、ナッツだったりとかオリーブオイルだったり、その魚に含まれている油、ここから取ります。ってことで今日の朝1食目はまずサバ缶、はい、調理不要ですね、とマグロの赤身 100g ぐらいかな。調味料とかも醤油とか使えないで塩で食うから、これ刺身はねもう焼いて食べます。これはなんかよく言われてるんだけど、腹筋ってキッチンで作られてって言われている。本当に食事がすごい大事。 YouTube とかでさ1日何分これやったら腹筋割れますみたいな、あれ嘘だからね。腹筋ってもともとの形上割れてるから、お腹にある脂肪をねこれをなくしてあげないと腹筋っていうのは出てきません。1食目、で食事のタイミングで、これはそのボディメイクにとっていいのか分かんないけど、まあ、確実に体重は落ちるっていうことでリンゴ酢ダイエットやってます。やれることはなるべくやってってるって感じだね。ほんとこの4ヶ月はこれまで試してなかったことを新たにやってって、まあ、どこまでできるかっていうのをひたすら切り詰めてやってったっていう、まあ、だからこそ分かった、まあなんかこれまで甘かったなとか、もっとこうすればよかったなっていうのはあるんだけど、今できることを、まあ、その時全力で。ケイスケが言ってくれたのは大きいです。まあこれは最後、動画の最後に話そうか。面白い。参りました、1トレ目です。まあ、普段のトレーニングっていうのは高重量を、まあ、8回から10回もしくは12回みたいなトレーニングをするんだけど、グリコーゲンを枯渇させてみたいなトレーニングの時は高重量っていうよりは回数を増やしてやっていこうと思います。一発目胸トレやっていきます。普段行ってるジムに今日行く予定だったんだけど、トレーナーが1ヶ月入院しちゃったということで、撮影ができるフリースペースを使ってやっていきたいと思います。胸トレ開始。 I have a dream, that's all I needI'll make it up here with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. 本当はね、このジムのタイミングで森山が来てくれるってことだったんだけど、来ないんだよね。多分寝てるね。やっぱあいつはジムってなると起きれないのかもね。自分がやるやらない関わらず、まあ、ある意味筋トレに集中できるから俺は熱いんだけど、2種目目やっていきたいと思います。Living life like a dream, baby, right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day, it'd be me. 胸筋って、まあ、今やってるの見れば分かると思うけど、大きく3つの種目があって、収縮系、これは重さを持てるようなね種目で、もう一つがこのストレッチ種目、フライ系、あとはチューブ、この3つをちゃんとやっていった方が胸筋は大きくなる。ということで朝トレ終了です。はい、次決まりましょう。次はポージングの練習です。一人で練習してもこれがいいのか果たして悪いのか、鏡に見えてる自分と人の目から見える自分って違うから、ベスボもう今年何回か出てモデルジャパンで結果を出して、もう日本大会出場決まっているみすずくん、はい、と今日は一緒に練習を、先ほど森山から今起きの連絡が来たから、多分このポージング練習から森山がちょっとカメラマンとして登場してくれるんで、じゃあやってみますか。やりましょう。おはようございます。タクがポージングの練習してる会場が僕の家から近かったので寝坊したんですけれども、なんとか歩いてこれました。はい、行こうと思います。おたくさん練習中ですよ。たくさんいいっすね、体だいぶ絞れてる。
だいぶ絞れたね。タクのポージングはどうですか？まず仕上がりが結構いい気がするんで、うん、まあ、あとは表情と表情、うん、表情が苦手なんです。あ、そうなの、うん、意外だね。じゃあ透かしちゃうんだ。笑顔タイプじゃないですか、うん、そうだね。なんかかっこつけてる、うん、うん、ダメなんだ。今回のポージングのテーマがかっこいいパワー。ああ、なるほど。おお。おお。いや、2人行ったから次俺から。俺のポーズは、うん、ああ。この時の、うん、俺が意識してる、うん、心は脳内音声で、うん、パパだよ。パパだよ。でもう一つが、うん、バナ。おお。で最後は、うんうん、アチュー。おお、なるほど。最後はやっぱアチューで締めよう。うん。ご飯の時間ですか。はい、すごい。え、幸せです。あれ見てるだけですよ。これは僕のご飯なので没収です。うわ、俺ポキ丼久しぶりに。やっぱうまそうだ。その一方、はい、今日のご飯はこれちゃんと自分で焼きました、うん、お、焼きました。胸肉。あ、胸肉だ。 150g。 おお。ナッツ、うん、小分けにしてるんだけど、ナッツ 10g、10g、15g、うん、まあ、一気に取るわけじゃなくて小腹空いた時用に、まあ、午後もトレーニングあるんだけど。ああ、あるの。 その前とかに食う、まあ、こんな感じで。これは味付けは何なんですか。あ、今味付けは塩かオリーブオイルだけ。オリーブオイル、まあ、軽く小さじ1杯ぐらい塩やって、うん、まあ、塩をまぶす、うん、おお。それだけ。まあ味気ないですけど。絶望だよ。昔なんか、うん、あのテニスの王子様の副部長の大石がなんか肉奉行で、うん、あいつがなんか肉汁だーみたいな感じでキレてたシーンがあるんだよ、うん、覚えてね。いや、ほんとあるんだけど、よく分かんなかったね、うん、でも普通分かんねえじゃん、うん、最近マジ肉汁のうまさを、うん、ちょっと分かるか分かんないけど、ちょっとあんまないか。まあ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 、これがうまいんですよ。塩とかレモンとかタレとかさ、いろいろあるけど結局肉汁、うん、肉汁ね、うん、本来の。なるほど、おいしい。うまい。今首かしげながら。こんな生活もあと、うん、いつか。ケイスケは最後の1週間が辛かったっていう話をしてたね。そういえば今どう、食欲的にはやっぱ2週間前よりも今の方が辛い。辛い。ああ、普段、うん、いつかなんかすぐ行ってんじゃん、うん、あ、もうなんか月曜日かみたいな、うん、長いんだよ。長いんだ。またこれかな。今日にじむ目です。にじむ目。あれ、やってる。何持ってる。桃や。桃だ。桃が届きました。はい、はい、ケスケ君合流です。ボディチェック買います。これはどうですか。素晴らしい。素晴らしい仕上がり。ありえない仕上がり、はい、あ、そうなんだ、はい、うん、僕経験者、はい、ベストボディジャパン出た、はいはい、これ以上はあの予選落ちてコメントくるので。来ないです。まあ、今ステージに立って も、うん、もう入賞ですね。浅い浅い、はい、予選落ちなんで甘い。7月1日、61キロ達成した森山くん、はい、久しぶりに体重を測りました。なんか体大きくなったじゃないですか。結構ね、変わったっしょ。変わりましたね、うん、結構頑張ってる、ね、で、体重チェックと 56.95 56? 絞りの成果が出た。まあ、タクも絞ってるから。一緒だろ。そうだな。これ飲んだ。I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. ラスピーこれいった優勝じゃ。あーしゃー、カット出しのプロのヨヨヒナさんです。はい、お願いします。カット出しって言われてもわかんないですよね、何するか。まあ見てってください。やればわかります。実はですね、さっきから髪切れました。髪変わりましたね。髪切ったん
ます。忙しい一日ですね。髪切ってる間に森山くんがいなくなりました。はい、膝どっかに消えました。まずは足からですか。はい、最初やっぱ体の中で一番大きい筋肉が足なので。なるほど。足の代謝を上げるところから始めます。わかりました。そうです来たな、なんか来たんでちょっと行ってきます。いらっしゃい。はい、いらっしゃい。なんか気持ちよさそうにしてるあのね、マジで気持ちいい。気持ちいいよね。予想外のこんな私服の時間になるとは思ってなかった。いや、ほんと筋肉の質めちゃくちゃいいですね。はい、褒め言葉いただきました。ありがとうございます。ここエッチなお店ですか。やだなんで顔してる。顔見られたやりたいです。いや教えるんで一緒にやります。はい、高周波で早めに動かしてください。あ、いたこいつダメっす。カット出しの経験はあるんですか。まあ見習いっすね。今まではチンコ出しを専門にやって自信がありそう。結構出してましたよね。結構出してました。やめてください。何が起きたんですか。出てます。ごめんなさい、前に来てないですシャゲです。シャゲできます。すごい。シャやば。うわ、やばやば。このままステージ立てるじゃん、もう。あ、めちゃくちゃいい。いい感じっすね。すごいっすね。こんな変わるんすね。すごいね。ありがとうございました。頑張ります。優勝してきますね。はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。どんなクソ、どうなってんの。あ、しめお前なぜなぜがそれそれムカつくハゲハゲうわ絶好調じゃん今日。脱毛を紹介します。お、そうなんですか。そうなんですか。 PR 案件をいただきました。うえーあくしゃくしゃ案件だ早くやろう。本日いただいた案件はアイスダンディ。アイスダンディ最近ねよく見ると思うんです。脱毛器ですね、家庭用。頭もいけるんですか。生やしたいんで僕タクが大会に出るということで、まあ、ヒゲを剃ってずっと1年え、ヒゲ剃るの。そう、大会は剃る。え、1年伸ばし続けたの。いや、ずっと多分1年以上剃ってないんじゃないかな。うん、マジか。アイスダンディ様の案件やるし、ヒゲは犠牲にしようかみたいな。いや、ベストボディの。ああ、そうですね大会のために。はい、大会のためにということで、ちょっと久しぶりにヒゲをなくしてきます。おお、今やるんだ。そんだけ長いと切ってからがいいと。あ、でも剃れたね。あ、剃れてる、剃れてる。お別れの挨拶とかないの。あ、ないないないヒゲにじゃあこのヒゲ欲しい方、あのファミリアプレゼントで。ガチか。お前それヒカキンと同じ炎上するこれは家庭用脱毛器なんで、まあ、サロンに通わなくていいんですよ。家でやれて、まあ、痛みなしと。で1日3分で、まあ、最短4週間でヒゲ剃りから解放される。いいね、楽ちんで。やってみる。ほんとさ、黒いじゃん。俺昔さ言ってたんよ、脱毛黒くなりすぎてさ、ちょっとやめときましょうかこれって黒いものに反応して照射するわけよね、うん、だから黒すぎる人はできないんだって。はいはいはい。じゃあタク君じゃできないってことですか。お前最悪の被験体じゃねえお、うん、なんか出してきたぞ。テレン肌見本カード。この色だといけると。最強に黒だとできますね。なるほど。ただ、さすがにダックこれぐらいなんじゃないかなと。ちょっと比較してみて、一応あ、これより白くない、うん、全然、あ、余裕全然いけるね。ダックここ目指してたよな、大学生の、うん、いや、目指すのはここなんだけどこれやばい。おお、ここいいじゃん。やってるよ。おお、すげえすげえ、ね、脱毛のやつやん。怖いわちょっと感じのある。あ、ちょっと今感じた。もう痛いとかじゃないけど、あの脱毛行ったことあるでしょ。あるある。あの時にちょっと感じるじゃん、あれを感じた。ちゃんと脱毛だ。すげえ、うん、ちゃんと全部やんなきゃ基本やってもらうんだ。顎出してるっすね、なんかみっともねえ絶対アボにやってもらうよ毎日。そうか、自分でやるのか自分一人でできます。一人でできる商品です。お前似合うな、これ似合う
なんとアイスダンディさんからもう一商品なに送られてきております。こちらは美顔器ですね。これ俺使ったことあって、化粧水とか塗った後にこれでなんか より浸透させるみたいな。これいいかもしんない。ベストボディ。それを顔も大事ってね、言うからね。言うからね。顔大事っすね。結構ガチだし顔大事よ。俺がダメだった理由はそこかもしれんな。いや体だ。体か体か。顔というアドバンテージがあるね、うん、あと、まあむくみ取りとかじゃないかな、うん、この季節はやっぱあの二日酔いになりやすいんで、夏だし飲むしむくむし。むくむよね。この後にぜひ使ってください。使ってください。ただこれ今覚えて、読みながら覚えてそれが案件っていうものなんだこれで気になってるちっちゃな人に買ってねってタク、初めての案件はい、今なら夏季限定ですいません今なら夏季限定セール開催中だからおすすめに購入できるよ。気になった人は概要欄から購入してみてね。あちょっと飛んだな。何おすすめに購入できるで今安いんで買ってください。はい、はい、ぜひ買ってください。いかがでしたか。大会直前減量末期のタクの一日でした。さっきのあの後解散して変わり映えのない飯を食べて、ちょっとサウナ行って体の疲れを取って今です。あのまま撮るとちょっと俺の髪があまりにぼっちゃんスタイルだったから一応セットしたケスケも話したし軽く話そうかなと思うんだけど、まずベストボディジャパンに出ようと思ったきっかけは間違いなくケスケが出場したから、それを見て俺も頑張ろうと思った出ました。で、なんかの動画で話してたとか、ケスケがまあ正直まあいい結果じゃなく、まあ予選敗退ということで、ケイスケの借りは俺が返す。なんか言った記憶ないんだけど、多分言ったんだろうね。そういう気持ちは正直ない。全く。それはなんでかっていうと、結果どうなるかわかんないけど、俺が例えばここで結果出したとしても、ケイスケの無念が晴れるわけでもないし、別にケイスケは誰かにやられた、ベストボディっていう団体にやられたわけじゃないから、借りを返すっていう気持ちはない。ケイスケはケイスケで来年頑張る、リベンジするって言ってるから、まあそこでケイスケは頑張れって感じ。ただ間違いなく、俺が今回出ようと思ったのは、ケイスケの影響。まあそれでしかない。もともとエビシアップって、まあ、俺が加入する前なんだけど、俺だけ軽く筋トレしてて、でそこからあの3人がジム行くようになって、でみんな脱落していく中で、ケイスケだけが残って、まあ、ずっと一緒にトレーニングしてて、でそのケイスケがまあ先に大会っていう、ただのね、趣味じゃない、他と競うっていう場に行って、自分を切り詰めて戦ってる姿を見て、すごいな、かっこいいなって思ったから、自分もチャレンジしてみたいなっていう気持ちになった。エビスジャップっていうグループでケイスケのポジションキャラの人間がベスボに出るって選択を取るのって本当にすごいと思う。酒飲む動画も多いし、でその中で一番の酒好きなあいつが全く違う環境で戦う、もうすごいな。あいつが頑張ってんなら俺も頑張んないとな、俺の方が筋トレ先に始めてたしみたいな感じで出ることにしました。だからケイスケには感謝してる。まあ本人からしたらね、結果出た方がいいに決まってるけど、結果はどうであれやっぱすごいかっこよかった。あいつがいなかったら俺もここまで人生最大のボディメイク減量にチャレンジはしてなかったと思うし、もう一人とすごい感謝してるのはアボ。席入れたのが3月末なんだけど、で減量開始したのが4月1日。新婚生活と同時に俺の身勝手な理由により減量旦那との生活をスタートさせる羽目になり、結構ね迷惑かけた。で料理も俺できないから作ってもらうこと多いし、で外食とか行っても好きなもの食べれない。4ヶ月くらいか付き合ってもらったから青には感謝してる。減量3ヶ月目にケトジェニックダイエットっていうのをしたんだけど、マジ性格悪かったらしい。後から言われた。マジ申し訳なかった。だからね、ケトジェニックダイエットおすすめしません。性格あるらしいです。だからまあアボとは、まあ、この大会終わったら大阪行ってるんだけど、美味しいものいっぱい、粉物、油炭水化物をいっぱい食べたいと思います。あと結果を出したい。今回の大会はで勝者の目線から見た時、なんかチャレンジした時って応援する、でも毎回毎回失敗だと応援のしがいがないと思うんだよね。負けたり、だから毎日投稿とかも多分そうだったと思うんだけど、ずっと失敗し続けてきたから毎日投稿しますみたいなのに対してもなんか期待感そんななかっ
ったよね。この先月末までの毎日投稿一応1ヶ月っていうので、まあ、最低限の信頼は取り戻せてるのかなと思うんだけど、何かのチャレンジに対してことごとく今負けてると思うんだよ俺たちって。なんかそのスタートが俺なんだよね。ブレイキングダウン、ブレイキングダウンで負けて、で次が慶応受験チャレンジしてみんな落ちて、でまあベスボ、まあ、ケイスケチャレンジして予選で負けちゃって、負け癖があるチームにちょっと見えちゃってんじゃないかなっていうのがある。どうせ負けるでしょうって思ってる状態だと、なんか応援しがいなくね、俺的にそんな感じなんで、また負けるでしょって思ってる人だったりチームのことって熱をこもって応援できないと思う。だからその応援してくれたのに対して結果として答えたい今回は。で今後それがどういう形のチャレンジになるかわかんないんだけど、俺以外のメンバーだったりもしかしたらまた俺になるかもしれないけど、チャレンジする機会があった時にシッチョの応援の熱量を上げたい。これを皮切りに、だから頑張る。あとポージングの時にパパだよみたいなあるじゃん。やっぱ今年は俺パパになるか、大会の2ヶ月後ぐらい、やっぱその時に何かを残しておきたいって気持ちは強い強い。出る理由としてね、5年後10年後娘の理性を手に入れて、私のパパはイケてるのかイケてないのかっていうね意識で始めた時、イケてたと思ってもらえるようなステージしたいなと思って頑張りたいと思ってます。ラスト最後に残り5日で約4ヶ月間の減量が終わります。長かった、でもね楽しかったね。まあ今回ってただ夏に向けてただの減量っていう大会があるから、なんかこれまで以上の減量、これまで以上のボディメイクっていうのを味わうことができて、すごい自分の中で体と向き合うことに対して成長ができた4ヶ月でした。結構ワクワクしてます、大会当日のことを考えると。はい、こんな感じで俺の減量末期の1日を終わろうと思います。残り5日頑張って、当日も頑張りたいと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。あちょー。